どうもー、フースウェイの田中ショータイムでーす。おっしゃ。どうもー、ランランの奥にうららにございます。シャーレ、おっしゃとシャーレでおしゃれさあ始まりました、万引き抜き打ちファッションチェック、よろしくお願いします。このチャンネルは僕と大国うららさんの成長日記でもありますので、温かく見守っていただける、お願いします。大国さん、おしゃれとは何ですか？おしゃれとは生き様です。生きてる。さあ今、うん、ターゲットが、うん、この私たちの元にやってきています。はいはいはい、はい、あ、来ました。いやいや、なんじゃこいつら。ごめんなさい、難しい。使われるの。あ、すみません。すみません、あのシャイニングみたいな。いやいやいや、いつもこれ好きです。これ好きです。すみません。めっちゃいいけど、いや。すみません、難しい。恥ずかしいなや。君たちはファッションチェックは。うわ。これが万引き抜き打ちファッションチェックだ。人望超過でやってきたんだろ、貴様ら。来い。お前、大阪はお前らが思ってるより声大きいんだ。ここが大阪と東京の境界線です。ってことは名古屋です。え、だいぶそっち寄りじゃないですか。まだ結構新横浜とか、ね、新横浜とかわからないだろ、ロジックが。ロジックとか言ってる。私たちのロジックがわかんないだろ。わからないです。さあということで、今回の万劇抜き打ちファッションチェック、ゲストは東京お神保町吉本漫才劇場からやってまいりました、米田2000です。お願いします。初です。はい、東の風、そうですね、そうです、はい、よろしく。東京で言うと何キロなの？東京で言うんですか？普通の東京で東京で言うと23キロ。23キロ、はい、大阪で言うと分からないよ。40キロです、はい、ということでね、まあ、米田の愛ちゃんと誠で2人でございますけれども、はい、どっちから行きましょうか。ほんまにそうです。2人で来てくれてますからね。わあ、でもまずでも、うん、愛ちゃんからとりあえず手つけていい？うん、愛ちゃんから行きましょうか。はい、じゃあ愛ちゃんこちらへ立ってください。はい、私たちの方へ。さあ、愛ちゃん、ちょっと狭めで、愛ちゃん、いい、愛ちゃん、リュック下ろすか。あ、いいんですか。うん、下ろしていいよ。下ろすか、リュックは。もらおうか。どんぶらこ大きなカバンが、どんぶらこ、何してんの。そんなに重くなさそうな演出。もっと重い演出するかと思ったら無理全部。さあということで、愛ちゃんのファッション、このなんやこれ、スカートワンピースカットソーになるんかな。あ、でも、うん、素材もちょっとこことここで違う、柔らかい感じね、はい、うん、で上のここの切り替えもあるよね、うん。あ、うんうん、ここは T シャツ素材や、うん、あ、でも普通に服的には、うん、よいしょ、いや、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よかった。めっちゃ可愛い。だからこれはだから服自体も可愛いアイテムやし、うん、愛ちゃんがその自分のキャラというか自分の、うんうん、その体型とかやっぱスタイルを分かってはるよね、うん、あの3時のヒロインのかなでさんからいただいて、あ、お、確かにかなでさんか、はいはいはい、はい、かなでさんが似合うんだったら私も似合うだろう、似合うか、うん、髪型も似てるし、はい、寄せてる、いいえ、あ、でもいいえ、もっと答えていいんだよ。なんかここに来るとね、答えられない。あ、ちょっと待ってしまった、怖い。私はなんかこれ俺なんか拷問してたんだよ。に置いこれ見え方悪いで、これ多分、うん、で、あとこれね、あのこれは僕もあの個人的にお世話になってるんですけど、こちら、ベリーグッドマンさんのこちらね、アイテム、これよいしょでございます。あ、これ、はい、個人的よいしょ。あ、僕のベリーグッドマンのメンバーさんとよくしてもらってます。ベリーグッドマンさんのファンなんですか？はい、あのロバーさんのね、あのホームパーティー何回か行かせてもらってます。そう、下のね、後輩のハンドドリップっていうメンバーからいろいろ見ましたからね、はい、でもいいいらないですか。プチ情報バリピエピソードあんまりいらない。これはなんか中に入ってます。これ何ですか？これはこれあの動物園の入園チケット、うん、
どこの動物園の入場チケット？上野動物園です。あー、え、これがあればそのあれユニバのパスみたいなこと何本も入る？あ、全然1日のみの。あ、思い出ってこと？あ、思い出？はい。まあ、これちょっとまあ、ちょめ足しときましょうか。えー、わかんないですけど。なんで？なんか思い出のですよ。いやでもまあ可愛い一面じゃないですか、その確かにね、めっちゃあの可愛らしいとこが前面に出たバッグやと思います。これもうちょめ解除ですね。あ、やった解除しときます。よかった、解除。今まで初です、1回出したちょめが解除になりました。ちょめ解除になりました。解除ってなんだ。そうやなって思いました。あー、なんだ。あと足元とか、足元見てみますか。靴下がちゃうんちゃいます、これ。まあ、なんすか、これは。あれ、ちょっと待って、これサポーター。どうなってるの？え、なんなの？サポーター巻いてるやん。ええ、なんで？捻挫してしまって。マジで？渋谷で、いきなり普通に横で並び慣れてたら、なんか見えなくなったなと思ったら、後ろで、でーって声で、このレベルで。で、後ろ振り向いたら、こうなってて、やば、号泣してました。するのはの証。お前、捻挫でよかったな、それ。思い出。声の声量で言ったらもう骨折やもん、それ。はい、あの、でも、ちょっと体重超過で捻挫だったんですけど、あの骨折用のギブスしますって言われて、クリアがいいです。1週間ぐらい骨折用のギブスしてます。これ、チョメだ。ちゃんと兵が出てこうてるやん。おメディカル的なチョメやね。メディカル、うん、メディカルチョメ。そのやっぱ、そんなもある結構ありますよ。ファッションっていうのは、ファッションっていうのはやっぱ生き様やから。はい、そうなんだ。うん、やっぱその健康状態が悪い、これはもうファッションに直結していきます。はい、はい、ちょっとすごいですね、それ。この足元とかは何ですか、うん、どこのブランド、これは。これどこのブランドですかね、うん、これ何や。いや、存じ上げないですね。うわ、これもあれですね、うん、スタイリストさんから買ったやつで。なるほど。これなんか今の発言東京でしたね。なんか可愛くなかったです。あ、やばい、ガッきました。やばい、あ、やばい、はい、じゃあやばい、これなんか大栗さん褒めたって、大栗さん褒めたって。身長がいい、ちょうどいいです。ちょうどいいって何？やばい、ちょうどいいって何？やばい、急いでいって。やばい、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 声が素敵です。こちょめ、こちょめ、こちょめでした。知らないのいっぱい出てくる。こちょめ。だからこれをまあね、ちょっとまあどういう気を加えたらもうちょいこのスタイリッシュ、どうでしょうね。小物とかで遊んでいく感じかな。まあ、例えば帽子なんか、ここにちょっとワンエッセンス加えまして、可愛いからおしゃ可愛いに進化させていきたいと思いますので、こうご期待でございます。じゃあ、アイちゃんありがとう。ありがとうございます。ありがとう、アイちゃん、ありがとう。ありがとうございます。はい、ということで、はい、お次は誠でございます。イエーイ、誠。誠はね、こう打って変わって、緊張してる。いや、肩肘すごいねんけど、お前。お願いします。そこ来るとおかしくなっちゃう。ここ来るとすごいでしょ、魔物が。美容師のアシスタントみたいな。ここにいっぱいあるの、ね、あさみとかね。じゃあ、打って変わってちょっとこうカジュアルというか、うん、いやでもいいです、雰囲気はめっちゃある。なんか例えば、まあ、言ったらさやな、古着感じやろね。そうですよね、古着の感じやけど、このもやっぱ気になるのはこの T シャツ。いや、この T シャツは正直めちゃくちゃ良い賞です。良い賞ですよね、はい、かわいい、うん、これあるやんね、ブルース・リーです。そのままの口の形言ったらウイルス勢いだよ。ブルース・リーじゃない、ブルース・ウィーンやったらそれ、はい、この赤に、くすんだ赤に真ん中にブルース・リーの顔、渋いしかめ面一つポン、これはだいぶロックです、このおしゃれは。いいです、かっこいい。なんてやろな、なんてやろこれ。いや、でもほんまロックな感じのおしゃれです。もう全然出るまで待ちます。出へんかったらもう今なしです。いや、あのね、このブルースリーは なんでこれに買ったんですか。これはでも本当になんかこう、うん、ブルースリーかっこいいじゃないですか。かっこいい、かっこいい、なのでこのどっちが誠で、どっちがブルース・リーなのか分からなくさせてやろうと思って。分かりますよ、分かんないです。でそのブルース・リーと一緒に私はこの服を着てる時は行くんだぞと。なるほど、はい、ちょっとこうしそうやもんな、もうオープニングコールってやつ、ね、ちょっとしてこういう感じで鼻さすりそうやもんな、それブルース・リーの文庫一緒に、はい、優しいな、お前、はい、そうなんですよ。私見たんですけど、誠くんが銀座のスウェット特集みたいな出てなかった、出させていただきました。そう、ファッション会社の上司。いや、誠くんが見たよ、見たよ、何ですか、それは。でも
ファッション誌のガチファッション誌のしかも誠くんだけの特集、はい、誠特集みたいなこと。そう、ちなみにね、私らもその銀座乗ったんですよ、前の号に。誠ちゃんもバーって乗ってたんですけど、私がちっちゃーそのいやらしいな、その顔うん、誠くんうーってなって足をちっちゃいの時に横に妖精さんがおったよ。ちっちゃい妖精さんが頭おかしいですよ、ここいや、そうですよ、おしゃれ。でも、もう確かに、でもこの可愛い可愛い、俺もこれ欲しいぐらいもんね。可愛いですよね。ありがとうございます。サイズ感はどんな感じ？サイズ感はでもこれ出してしまうと、待って、ベルトも可愛い。ベルト可愛いやん。よいしょ、やった。ちょっとこれめっちゃ可愛い。何これ、僕見せた方がええじゃん、これ見せた方が。これ最初こうはミッキーがプリントされてたんですけど、ね、うん、この剥がれてしまって、うんうん、それ悲しいから、うん、父親に頼んで、うん、なんかここに好きなものを彫ってくれって言ったんですよ、うんうん、そしたらできたよって数日後に持ってきて、普通自分じゃないですか、うん、自分のなんだから、うん、そのお母さん子ってじゅんたんって書いてあるんですよ。じゅんこって言うんですけど、お母さんが好きなものなんで、好きなものだからお母さんの似顔をやってこれどうぞって言われた。めちゃくちゃ可愛いやんけ、おい。じゅんたんで、ほんでこれもうお母さんほとんど孫です。でもほんとそうです、そっくりなんですよ。ほんまに似てますでも、ね、まあそうなんよ、はい、これでもサイズ感結構出すと、はいはい、大きめね、結構オーバーサイズ、はい、だから先インしてちょっと垂らす感じで着てても可愛いし、うん、はい、こういう感じで着てもまあ可愛いね。インしてデニムの感じ見せる、さっきの着方も良かったし、うん、はい、下がもしそのガラパンツとか派手なパンツがいたらこうやって出してきてもラフな感じで、お、確かにいい。赤色やから多分いろいろ着回し意外と効くよね。赤だからこそなんかこう下これ言うのしか無理なのかなと思ってたんで。いや、そんなことない、そんなことないですよね。赤は一番遊べる。まあでもね、もうなんかワンアクセントというか、そうやな、まあそうやな、まあ子供やっぱ別にこれで可愛いねんけど、はい、ちょっと変身させてみたいと思います。そうですね、赤を遊びたいですね、うん、赤を。もっとだから2人とも全然おしゃれなんで、もうちょっと遊び心をプラスして、おしゃ可愛いにいきましょうか。はい、します。それでは米田2000の変身です。では米田2000どうぞ。ちゃんがすごいね、これ仕上がったね。ありがとうございます。やっぱ動物園に行ったんで、そう、ね、思い出と思い出と動物を抱きしめて、はい、生き様ですね、これは。で、あとまあその足が痛いということで、はい、まあサポートとして松葉杖、そしてですね、はい、ハットと手のこれによって一気に硬質感が出るという高貴な女性そして一方誠の方がですね、はい、なんと平成初期から、はい、蘇ってきました中居正広いや、そのね、話聞いてた話と違うんですよ。なんかね、なんかね、おしゃれにしていただけるってあの聞いていたんですよ。おしゃれ、もちろんなんかおしゃれなのは分かるんです、相手もね。それでもあの中居君になろうっていう企画じゃないですよね、これ。なんかあのね、うん、めちゃくちゃ中居君なんですよ。俺もう全部つけてたみたいな、もうもう今誰か分かってないじゃん。ブルースリーなんか仲良くなんかブルーで、いや、誠がもういなくなっちゃってるじゃん。これしかないもんね。そう、これしかない。赤 T を、まあ、それをベースに、うん、メインに、まあ、このちょっと黒の、シックなパンツに黒のちょジレジレね、これちょっと上品、これ中にもまたね、可愛いじゃないですか。いいですよ、大人っぽい感じで。早く映像見たいですね、まさか、はい、ということで、本日のゲスト素敵に変身してきた米田2000でした。お送りした最後に締めをお願いします。おしゃれとは一体何でしょうか。おしゃれとは生き様です。生きてる。ちょ、降りていいよ俺これちょっと気持ち悪くなってきた。なんか変な電磁波食らされてる気分。なんか言ってはいけないことを言ってしまいそうだ。照明